皆さん、今の暇の携帯の充電何パーセントでしょう。そう、いっぱいです。よく充電しないで 1% になったり 0% になったりする人です。こんにちは、ひまひまです。今日はですね、今回は洋服購入品を紹介していきたいと思います。洋服購入品といいますか、さっきね、無人の服屋さんに行ってきました。で、そちらの無人の服屋さんっていうのは本当に無人で店員さんがいなくって、ハンガーの色によってお金が分かれてるんですけど、そのハンガーの色を見てチケットを買うという本当に無人の洋服屋さんなんですけど、そこで買った購入品と、あとね、じゃん、イングに行ってきたので、イングでの購入品もね、紹介できたらなと思います。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで早速やっていきたいんですけど、見てください、皆さん、ほくろ多くない？やばいよね。しかも最近さ、ほくろがめっちゃ増えてやっばっていう感じです。というわけで早速無人の服屋さんで購入したものを紹介していきたいと思います。このお店の中の広さはどれぐらいだろうね、10畳とかそのぐらいかな。なんか洋服は200着ぐらいあるみたいですよ。へえ、すげえ。ではまず白の分は3000円だね。うん、はい、こっちはね、洋服だけじゃないんですけど、まず1個目、じゃん、お兄ちゃんのパソコンケースです。これ500円でした。安いよね。お兄ちゃんはパソコンね、大学でも使うらしいので、はい、これパパが選んでました。はい、で次、じゃじゃん、こちらママのバッグ。おー、なんかアポロが入ってる袋みたいですね、三角の。はい、こちらこんな感じで可愛いおしゃれですね。はい、そう、無人の服屋さん、今思い出したんですけど、古着屋なんです。なので古着があったりとか、リメイク品があったりするので、すごく良かったです。まあ古着屋さん初めて行ったんですけど、また今度行きたいなっていう感じです。で次がこちら、じゃーん、これがパパのシャツなのかな。はい、パパのシャツらしいです。おお、古着屋の匂いだ。で次こちら、じゃーん、これはお兄ちゃんの T シャツですね。これサボテンと書いて、これ500円だよ。これはひまが選びました。そして次、じゃん、バンズのトレーナーです。かわいい。これはひまのなんですけど、もうすぐね、秋になるので長袖です。で、大きさもちょうどよくって、大きすぎなくて小さすぎないという感じの、あ、パジャマなのは許してね、下がこういう感じです。かわいいです。で、このシンプルにね、バンズって書いてあるのでいいですね。まあ、ロングスカートにも合うし、普通にズボンでも合うしっていう、いろんな場面で使えるのでいいですね。次、じゃん、こういうシャツ、これはね、お兄ちゃん用にね、パパが選んでました。こんな感じです。なんか赤青みたいな運動会って感じがしますね。違うよね、赤と白だよね、紅白。そして次、じゃん、こちらもうザシンプルって感じの茶色いね、トレーナー。まあこれはお兄ちゃん用です。これは本当にシンプルなんですけど、ここにこういうのがあって、本当にシンプルなんですけど、結構分厚くて中も肝になってて、普通にお兄ちゃんが着そうだったのでこれを選びました。はい、で次、じゃん、こちらです。じゃーん、可愛くない？これひまのなんですけど、こういう、これアースなんです、実は。こうフリフリがあって、こういうね、ここにはフリフリがあるんです。こういう感じの洋服で、でここにもね、線が入ってるんですよ。で、ね、これがすごく可愛くて、秋とか春とかちょうどいいなって思ったので、秋とかにね、着たいと思います。で最後はじゃーん、こちらひまのバッグです。可愛いリュック、なんか小さいリュックを前まで持ってたんですけど、さすがにもう年的に使えなくなってきちゃったかなっていう感じなので、新しいのを見つけたので、お下見ててね、ちゃんと入ります。
でも結構浅めですね、ここのポケットは。こういう感じの素材です。で、あ、結構入る。ゴールドと黒ですごいシンプルで可愛いし、またこういうね、よく持ってなかったので可愛いなって思いました。またこれもね、使いたいと思います。これ1000円とか、ん ?1500円、いやでもそう、すっごい、じゃーん、まあ、もっと伸ばしても可愛いと思うのでっていう感じです。めっちゃ可愛い、まあ、これもね、見た瞬間もう即購入って感じでしたね。って感じで、無人の服屋さんでは以上です。で、次、イングで購入したものを紹介します。今回ね、2着購入したんですけど、なんとなんと2着で、皆さんいかがだと思いますか？ 2 万円を、もう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 3000円、まあまあまあそうですね、20万円、まあそうですね、2着なので。そう、実はですね、なんと1500円です。その買ったものを今から紹介していきたいと思います。あー、かわいいかもね。かわいい、見せて。あー、かわいい、秋物だね。量産型コーデみたいな。これもかわいいって言ったやつは、これこれ。あ、これ、うん、これもね、あ、こっちだね。これもかわいいね。あ、でもなんか重ね着した方がかわいいから、50%オフ。うん、これ2500円ぐらい。 50%オフだった。流行ってるよね。かわいい。いや、これもかわいい。うん。こういうのでしょ？紫は持ってなかったから、こういう。うん、あ、これもかわいいなって思ったんだけど。奥もおしゃれにばっかりなんです。紹介していきます。まず1着目がこちらです。じゃーん、そう、夏物だから安くなってました。じゃん、こちらのすごいシンプルなチェックのプリーツスカートですね。で、あのチェックのプリーツスカート持ってたんですけど、こういう色をね、持ってなくて、このミルクティー色っていうのかな、持ってなくて、すごく可愛くて、しかも中がね、キュロットになってるんですよ。こんな感じなので、めっちゃ可愛かったので買いました。はい、こんな感じです。はーい、はーいって、なんかあの写真撮るときみたいな、はーいでしたね、今のと。次がね、めっちゃ可愛いんですよね。せーの、じゃん、こちらです。このリボンが、大きいリボンがついてて、そう、大きい紐リボンがついてて、で、ここもね、ひらひらってなってるんですよ。で、ここがこういう感じです。こういうね、フリフリってなってて、こういう感じなんです。で、これなんとシアー素材なんですよね。シアーシャツみたいな感じで、シアー素材なので涼しいんですけど、まあ、これはね、あと2週間ぐらいしか着れないので、たくさん着たいと思います。まあ、夏ね、なのでまた来年も着れるし、2つで1500円なんてそんなことないので、めったに。試着したらめっちゃ可愛くて、しかもぴったりだったのでね、っていう感じです。それで以上です。はい、こんな感じで、もう全部可愛くて、あのイングね、すごく安くなってました。あの夏服とか今セールのところも多いし、だんだん秋のものも出てきてるので、ぜひ皆さんも行ってみてください。あのコロナ対策バッチリできました。あと無人の服屋さんもすごく人がいないので、まあ、その分メリットもあるので、あのぜひ動画で紹介してるので見てみてください。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんぜひおすすめの洋服屋さんとかあったら、たくさん教えてくれると嬉しいです。通販とかも教えてくれたら嬉しいです。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ぜひ教えてね。